で、なぜお前たちまでついてくるんだ？だってね、マユシーはフェリスちゃんのお家遊びに行ったことないんだもん。一度ね、行きたいなって思ってたんだ。つか、フェリスちゃんのプライベートとか突つせざるを得ないだろ、女皇。なんという幸運。おい、シアツシ。聞いているのか、シャイニングフィンガー。どこかに、どこかにあるはず。じゃないとおかしい。FB はあるって。キーリュウ萌えか。岡部くん。お前、ラボから IBN5100 を持ち出したか。俺はお前の仕業とは思いたくない。仲間だからな。しかしお前はあの PC に異常な執着を見せていた。どうだ、やったのかやってないのか。 IBN5100 見つけたの？見つけたが、なくなった。案ずることはない。やっていたとしてもお前を警察に突き出すような真似はしない。
あれを返してさえもらえるならな。知らないのか。すまない、始圧しよう。俺はラボメンであるお前を、仲間を疑ってしまった。最低な男だな。殴ってくれても構わない。だがこれだけは分かってくれ。俺は機関から命を狙われ続けた結果、誰も信じることができなくなってしまったんだ。俺は常に疑心暗鬼で、どれだけ仲間に囲まれていてもいつも孤独を感じている。滑稽だよな。俺の語りは完全スルーか。つうかオカリンさ、秋葉の路上で芝居始めるとかどんだけだよ。暑さにやられた。マイカのことを知っているのか。知ってるよ。なぜ知っている。覚えているのか。キリュウ氏なら前にラボで挨拶したわな。時にマユリ、フェイリスの本名は何と言う。
ちょ、バッカ、オカリン何言ってんだ。フェイリスタンの本名はフェイリスニャンニャンショウ、それ以上でも以下でもないじゃん。現実逃避はよせ、ダルヤ。フェイリスニャンニャンは所詮源氏なの。うわ、最悪っすよ。なんで純真な男たちの夢を壊そうとするかな。でもユリア、どうなんだ、知らないの。マユシーが教えちゃってもいいのかな。特に口止めされているわけでもないんだろう。それにこれから自宅に行けばすぐに分かることだぞ。ああ、そっか、そうだよね。その代わりね、他の人には内緒だよ。例えばメイクインに来るご主人様たちとか。あのね、フェリスちゃんの本名は秋葉ルミホちゃんっていうんだ。ああ、聞こえない。秋葉か。マジで超高級マンションだと。住所聞き間違えたか。まさかフェイリスは機関の手に落ちたのか。怪しげな黒服連中に命じられるまま、俺を組織の網の中へと呼び寄せ、一網打尽にするつもりだな。妄想を打つ。事実は小説よりきなり。それにあのフェイリスタンの素顔が実は金持ちのお嬢様だったとか。うわぁ、超燃える展開じゃね。お前こそ妄想を打つだろ。お嬢様、法院京馬様とそのお友達の皆様がお越しです。黒木、ありがとにゃ。
シーとダルニャも来たのかな。フェリスちゃん、こんにちは。にゃん、無法、フェイリスタンの私服姿とか可愛すぐる。マイリとダルは勝手についてきたんだ。迷惑のようなら帰らせる。構わないにゃ。みんな、ようこそいらっしゃいませにゃ。というか、自宅でもその語尾は変わらないのか。何のことかにゃ。あくまでとぼける気か。アキハルミホ。フェイリスはフェイリスにゃ。しかしこの家は一体どういうことだ。秋葉の一等地の超高級マンションとは。一体何者だ。だからフェイリスはフェイリスにゃ。とぼけるな。ちゃんと説明しないならば帰らせてもらう。なんという偉そうな態度。僕たちってフェイリスさんにお願いしに来た立場じゃなかった。もうちょっとだけ詳しく話すと、この辺の土地はもともとうちのものだったのにゃ。は？そっか、だからアキハさんなんだね。アキハという姓、まさか秋葉原の代々の大地主の名だとでも言うのか。ちなみにフェイリスは秋葉の都市開発計画にも結構な発言力を持ってるにゃ。秋葉の各ショップに萌え文化を積極的に導入するようお願いしたのは他ならぬフェイリスなのにゃ。うわすごい。フェイリスは子供の頃からそういう会議に出たりしてるのにゃ。でも今の話は内緒にしといてほしいにゃ。なぜだ。知りたいのかにゃ。それは大ファンとして接してほしいにゃ。接します、全力で接します。マユシーもね、フェリスちゃんのファンだよ。フェリスちゃんのメイドさん魂はとってもすごいと思う。俺はフェイリスラブなどではない。
あまり調子に乗らないでもらおうか、フェイリスニャンニャン。出なければこの高級マンション全体が血に染まることになるぞ。家にわざわざ呼びつけて自らのセレブっぷりを見せつけ、この俺との交渉において精神的優位に立とうとしたのだろうが無駄なこと。なぜなら俺は狂気のマッドサイエンティスト王院教魔だからだ。いい理由になってねえ。自分を貫き通す人って素敵にゃん。なんだと？正直なこと言うと、あんまりフェイリスのこと話したくなかったにゃ。これまでいろんな人と会ったけど、アキハの跡取りって話すとみんなフェイリスをフェイリスとして見てくれなくなるのにゃ。フェイリスとアキハリミホは分けてみてほしいのにゃ。分けるも何も、お前はすでにフェイリスニャンニャンとして確立しているではないか。にゃ。その点については全面的に同意するぜ、オカリン。ニャンニャン語を話し猫耳をつけている時点でそこにいるのはフェイリスなんだ。意識しすぎているのはお前の方だということだ、フェイリス。そうなのかにゃ。お前は自意識過剰なのだ。俺にとってお前はどこまで行っても勝てる気がしない猫耳メイドでしかない。にゃ、ありがとにゃ、今日も。それでフェイリスよ、 IBN5100 を探す代わりにお前が要求する交換条件とは一体何だ。よく吟味して条件を出すことだな。俺の右手は一度解き放たれるとあらゆるものを破壊し、後には何も残らないとだけ言っておく。大丈夫にゃ。この猫耳にはあらゆる能力を完全無効化するニャンニャンクリアーという力が備わっているのにゃ。強魔の力が暴走したときはフェイリスがきっと止めてみせるにゃ。さてさて、それでは発表するにゃ。フェイリスからの条件は、タイムマシンを使わせてほしいにゃ。昨日メイクインで強魔たちが話してたにゃ、タイムマシンを開発したって。いかにも。俺たちは人類史上初のタイムマシン実験に成功済みだ。だから人類史上初はセルンだっつの。だが勘違いするな。タイムマシンとは言っても机の引き出しを搭乗口にしている青い猫専用の4畳半タイムマシンほど万能ではない。
俺たちが成功したのは、過去の誰かの携帯に18文字までのメールを送れるというレベルだ。ただし、これだけでもノーベル物理学賞ものであり、人類の歴史を塗り替える超絶スーパーな発明だがな。過去の誰かにメールが送れる？それってとってもすごいにゃ。ぜひフェイリスにも使わせてほしいにゃ。タイムマシンは我がラボにおける最重要機密事項だ。どうしても使いたいというならば、ラボメンになってもらう必要があるが。ラボメンって何かにゃ？あのね、マユシーたちのサークルの仲間になるっていうことだよ。マユシー的にはね、フェリスちゃんがラボメンになってくれるのはとっても嬉しいな。右に同じく、というか大歓迎。ぜひ入ってください。お願いします。どうすればラボメンになれるにゃ？契約書などは存在しない。必要なのは、そう、契約者同士による血の盟約のみ。血の盟約。何時、フェイリスニャニャ。イニシエよりハイエンシェントワードにて語り継がれる法典に従い、ラボメンへと加わることを望むのならば、その肉、その骨、その血を天の杯へと捧げることを誓い、盟約という名の洗礼を受けよ。さすれば古代の神はそれに応え、何時にラボメンナンバーを授けるだろう。何を言ってるのかさっぱりわかんねえ。あわわ、どうしよう。マユシーは血の盟約も良薬も飲んでないよ。ということはマユシーはラボメンじゃないのかな。マユシー、しょんぼりしなくてもOK。これはオカリンのいつもの癖なのだぜ。そっか、いつもの癖なら仕方ないね。でもよかった。わかったにゃ、血の盟約受けるにゃ。ペーパーナイフっしょ。にゃはは、ダルニャの言う通りにゃ。ではフェイリス、お前をラボメンナンバー007に認定する。はいにゃ。これでタイムマシン使えるのにゃ。ああ、そういうことになる。ただし他言無用だ。裏切り者には死を。それが我がラボの掟だと覚えておけ。そうだったんだ。だからオカリンのこの場だけの思いつきだって。ありがとうにゃー、キョーマちょ、オカリン、てめえ、僕も電話レンジ作ったのに。そうなのにゃ。じゃあダルニャンも。オカリン、オカリン、
喜んでくれてよかったね。マユリ、お前は実に無邪気だな。え？俺だ。ああ、フェイリスはまんまと俺の思惑にはまったよ。所詮17歳の小娘ということだ。あの猫娘は俺との交換条件によって人類の夢、禁断の果実であるタイムマシンを使うという欲望を満たしたつもりでいるが、この俺、包囲鏡魔の手のひらの上で踊らされていることに気づいていない。俺が猫娘との条件を受けた理由だと？そんなもの決まっているだろう。すなわち、あの猫娘は実験台なのだ。何？下道？とはひどい言い草だな。あながち間違ってはいないがね。つまりフェイリスは俺たちを利用したつもりでいて、実は逆に飛んで火にいる夏の虫状態だったというわけだ。では予定通りに次の実験に移行する。全てはシュタインズゲートの選択だ。エルプサイコンベル。もう今誰と電話してたにゃ？気づくのが遅かったな、フェイリスニャンニャン。すでに血の盟約はなされた。契約を破ればお前という人間には破滅が訪れるだろう。もう逃げることはかなわんぞ。オーケーにゃ。でタイムマシンはどこにあるのにゃ？タイムマシン、正確には電話レンジカッコ仮と呼ぶが、それは我がラボにある。8万6000秒も動かし続けないとダメなの？電話レンジちゃん疲れちゃうんじゃないかな。いや、実際にその秒数を動かすわけではない。放電現象が起きた時点で送れば過去へは届くのだ。故に
バタフライ効果により残りの秒数についてはキャンセルされるはず。そちらの状況を伝えろ。あの、切りやがった。そりゃ切られるっしょ。オカリンの電話の仕方に対応できるのは多分僕とマユシぐらいじゃね。ハロー。おーイン、今日まだ無言で切るな。なんだ、岡部か。てっきりいたずら電話だと思った。こっちの番号は表示されているだろう。いきなり意味不明なこと言われたら怖くなって切るわよ。それはつまりこの俺、鳳凰院教魔の狂気ぶりに威風を覚えたというわけだな。それなら仕方な。あいつまた切った、また切ったぞ。だからオカリンの電話に対応するスキルは僕とマユシしか持ってないと何度言えば。ハロー。あの、岡部凛太郎ですけど、電話レンジカッコ仮の設定を少しいじってほしいんです。初めからそう言えばいいのよ。でも電話レンジ使うの？ブラウン管工房の店長さんに怒られるのは嫌なんだけど。これは貴重な実験のためなのだ。わかるか、助手よ。お前がミスターブラウンに怒られる。ただそれだけの犠牲により、タイムマシンという人類の夢は完成を見るのだ。ほんと、あんたって適当よね。で、どう設定すればいいんだ？はい、入力したわよ。よし、ご苦労。少し待て。送る文章は書き終わったか？どんな内容だ？過去を変えるものなのだろう。それはその、恥ずかしいにゃ。企業秘密だにゃ。秘密だとふざけるな。これは実験だ。内容を公開してもらわねば、データを検証できないではないか。何言ってるにゃ。これは実験じゃなくて交換条件だにゃ。フェイリスは実験のためじゃなくて自分のためにタイムマシンを使うのにゃ。卑怯だぞ。オカリンも人のこと言えないけん。ちょっと岡部、いつまで待たせんのよ。オカリン、あのね、きっとプライベートな内容だから制作するのは良くないと思うんだ。しないなら切るぞ。待て。
電話レンジかっこ借りよう。起動だ。放電現象始まった。ポチッとにゃ。それじゃあカードをオープン。あわわ、またウイルスカード。まだまだ爪が甘いにゃ。ピンクカードは3枚取られたでしょ。ウイルスカードは3枚取っちゃったでしょ。まだターミナルカードがあるじゃん。次のターンで一発逆転狙えるってマジで。にゃふふん、今さら逆転は無理無理にゃ。ここでフェイリスはターミナルカードのウイルスチェッカーを使っちゃうのにゃ。さあ、マユシーの残りのウイルスカードはどっちかにゃ。マジパネっすね、フェイリスター。ねえ、いって、その、できれば、2手、3手くらい待ってほしいにゃ。ダメかにゃ。にゃは、フェイリスに真似してもダメにゃ。最初はマユシーもいい感じだったにゃ。素質はあるにゃ。でもたとえの試合とはいえ、ディフェンディングチャンピオンが負けるわけにはいかないにゃ。それに今度の大会では絶対に優勝するってパパとも約束したのにゃ。その日まで誰にも負けられないにゃ。パパ？
しフェイリスが優勝したらパパは仕事中でも時間を作って絶対に祝福に来てくれるって言ってくれたのね。僕も全力で祝福したいわけだが、その日の夜は空いてるかい？夜はパパと二人でお食事にゃ。そう。あのね、決勝戦はラボのみんなで応援に行くね。ありがとにゃ。決勝の相手ってバイラルアタッカーズとかいうコンビだったっけ？下馬評じゃノーマークだったのに、まさかフェイリスタンのライバルであるイディオナを任しちゃうとはな。フェイリスタンとイディオナのデュエルは毎回神がかってるから、今回も楽しみにしてたのに。他のライネッターの試合は全然見てないんやけど、バイラルアタッカーズってそんなに強いのかにゃ。ま、フェイリスタンの敵じゃないよ。フェイリスタンは最強。フェイリスタンは神。にゃーん、そこまで持ち上げられると照れるにゃ。ルミホ、少しいいかね。パパ。グハー、フェイリスタンのお父様か。挨拶しておかないとまずくね。フェイリスちゃんのパパさんって社長さんなんだよね。すごいな。ごめんにゃ、フェイリスはパパと出かけなくちゃいけなくなっちゃったにゃ。それじゃあマユシーたちはこれでバイバイさせてもらうね。フェイリスさん、僕とのお手合わせは？手取り足取りライネットの何たるかを抗議してくれるっていう約束は？誰もそんな約束してないと思うにゃ。ええ、そうですとも。行ってみただけだからな。ダル君、フェリスちゃんを困らせたらダメなんだよ。ほら、オカリンも帰ろう。ああ、そういえば、氷魔はやけに静かだったね。どうかしたのにゃ。いや、秋葉を高みから見下ろし越に入っていただけだ。さすがオカリン、意味不明なり。
マユリはどこ行った？ん？あれ？そういえば消えてる。マユリ、どこ行く？帰るなら帰るとなぜ言わんのだ。ごめんね。でもね、中野に行かなきゃって考えてたらね、そのことで頭がいっぱいになっちゃったので。マユシの気配を消していなくなる能力は異常。そもそも中野に何の用があるのだ？あのね、昨日アイソードの同人誌が出たんだ。エロ？ううん。でもね、ユシさんはオーガユイさんなんだよ。マユシーは久々に本気出さなきゃって思って。へえ、甲賀結衣か。去年のガンバムのキャラデザ書？うん、そうだよ。僕の分も買っといて。わかった。おいおい、お前たち何を言っているんだ。同人誌ならば、虎の穴が目の前にあるではないか。いや、目の前は目の前だ。あそこに。虎の穴もアニメイトも一体どこへ行ったのだ。それはひょっとしてギャグで言っているのか。は？秋葉には虎の穴もアニメイトもないよ。だからマユシーは中野まで同人誌を買いに行くのです。ないって、どういうことだ。昨日までは普通にあったよな。だからないって。そもそもそういう萌えショップが秋葉にあるわけないじゃん。萌えの聖地といえば中野だろ。上皇、秋葉の方が萌えの聖地としては世界規模で有名ではないか。ついに暑さでおかしくなったか、オカリン。秋葉は電気街。萌えショップができようもんならマニアどもが暴動を起こすレベルだお。
マンダラケは？ないよ。秋葉王は？それは普通にあるしょ。同人誌を売ってる秋葉王国のことだ。なんぞそれ。秋葉王で同人誌が売ってるの？それはないわ。いくらなんでも無理があるわ。ケーバーズは？ラムタラは？メロンブックスは？アソビットシティは？この街の混沌が薄らいでいる。メイクインで働いていたよな。メイクインって何かな。ジャガイモ。メイクインニャンニャンだ。マユシーがバイトしてるのはルムアンドだよ。ルムアンド。それはメイド喫茶か。秋葉にはメイド喫茶は一軒もないのか。ねえよ、秋葉に来る人間はそういう萌えビジネスとか毛嫌いしてんだから誰も寄りつかないって。